のんびり過ごすとしても、のんびり過ごすとしても、はてさてどうしたものか。下手に部室の外でゆっくりしてると、ある日に見つかりそうだしな。あいつのことだ。雷を落とされるどころか、かかと落としまで食らわされるかもしれん。そうなると、この物質が一番安全なのだが、何気なしに首を巡らすと、読書をする長門の姿が目に入った。そうだ、少しこいつに話し相手になってもらうか。しかし、こいつの読書姿を見てると、声をかけていいものか迷うな。一定速度でページをめくる手だけが動いて、あとは微動だにしない。長門。今少し話してもいいか？長門の頭が分度器で測らないとわからない程度に傾く。同時に本にしおりを挟んで閉じたところを見ると、付き合ってくれるようだ。せっかくだ、長門の興味ありそうな話題を振ってみるか。成果は練習時間量に比例していると思われる。俺にはラッパの音しか聞こえなかったんだけどな。そりゃ楽しみにしていいってことか。聞く人による。そうかい。おでん。おでん？餅巾着はおすすめ。そうか。ちょっと意外だな。知りたい？いや、気にしたところで仕方ないしな。そう、賢明。それをあなたが知るのはずっと先のこと。先って明日だろ？なぜ？着てみたいとかは思わないのか？いや、興味がないなら別にいいんだけどさ。涼宮ハルヒの要望があれば。ああ、そうなのか。そう。長門？俺は無言で立ち上がった長門を見上げた。長門はじーっと俺を見つめている。はて、この雰囲気を俺はどうすりゃいいんだと思い始めた頃。戻らなくてはいけない。と、ようやく口を開いた。そうか、ありがとな。取り留めもない話に付き合ってくれてさ。そうでもない。そうでもないか。長門は長門で、それなりに会話を楽しめたってことだろうか。さて、次は何をしよう。編集するか？いや、まだだ。せっかくのいい天気だ。外に出よう。ある日に見つかりそうにない場所でしばらくのんびりするんだ。その後俺はグランドの隅っこの日陰にぼーっと座って、誠に心地よい無意な時間を過ごした。あ、キョン君。お帰りなさい。部室に戻った俺を心地よい声が迎えてくれた。2年生の朝比奈未来さんである。この人もある日に無理やり SOS 団に入れられた口だ。ある日によると、
おかしな事件のあるところにはロリで萌えなキャラが必要不可欠らしい。その意見に全面的には賛同しかねるが、朝比奈さんがロリで萌え、あ、いや、とても可愛らしいお方だという点にだけは大いにうなずかざるを得ない。今お茶入れますね。緑茶と紅茶どちらがいいですか？あ、じゃあ緑茶お願いします。はい、わかりました。ちなみに朝比奈さんがなぜこんな妙ちきりんな格好をしているかといえば、年中妙ちきりんなことばかり考えている春日に感化されたとか、そういうことではなく、いや、まんざらそうでないとも言い切れないか。朝比奈さんは最初こそ春日に無理やり着替えさせられていたが、いつからか自主的に着替えるようになり、今ではこの衣装がこの部室における朝比奈さんの制服のようになってしまっている。ある種感化されたと言ってもいいのかもしれない。はい、緑茶です。どうぞ。いただきます。どうですか？もちろん美味しいですよ。そうですか、よかった。初めての銘柄だったから少し不安だったんです。正直いつものお茶とどう違うのかはよくわからなかったが、朝比奈さんが嬉しそうにしていることだけはわかる。それでいい。世界は平和だ。そういえば午前中は会いませんでしたね。どこに行ってたんですか？え、それはその、なんていうか、映画のことで鈴宮さんに呼ばれて。また春日に連れ回されていたわけですか。映画の撮影ならもう全部終わったはずじゃ。あの、映画そのものではなくて、あ、でも映画にも使うみたいなこと鈴宮さんは言ってたから、やっぱり映画に関係してはいるんですけど。は？ですから、そのちょっと恥ずかしいことで、つまり。みくるちゃん、お待たせ。焼き上がったわよ。ピッ。あら、今日いたの。ちょうどよかったわ。あんたにも渡そうと思ってたのよ。俺と朝比奈さんの心地よい空間に文字通り土足で踏み込んできたこいつが SOS 団団長にして絶対不可侵の存在、かっこ自称かっこ閉じ、鈴宮春日である。ほら、キョン、ぼーっとしてないで、さっさとこれ受け取りなさい。なんだこれは。見たところ CDR か何かのようだが。何かも何も CDR そのものよ。だけど問題はメディアじゃないわ、中身よ。すごいものが入ってるのよ。こいつがこういう言い方をするときに、出てきたものが一般的な意味ですごいものだったことはあまりない。大抵はごく普通の感性を持った人間の言葉に直せば、非常識とか独りよがりとか、そういう類のものだ。おまけにそれならまだいい方で、時に世界を文字通り破滅に導きかねないものを生み出すこともあり、全くもって油断ならない。何その顔は。一般生徒は文化祭当日にならないと聴けない曲を、あんたは SOS 団の一員だから特別に今聴けるのよ。ありがたく思いなさい。ってことはつまり入っているのは音楽なんだな。見た人間を妙な時空にワープさせちまうようなデータじゃなくてよかったぜ。ほら、早くパソコンのドライブに入れてボリュームは最大にするのよ。わかったわかった、そうせかすなって。今パソコンを立ち上げてるところだ。やめてください。え、お願い、キョン君、やめて。一体何が入ってるんです、この CD の中に。あの、ですからちょっと恥ずかしいものなんです。痛いけな青少年の妄想を膨らますためとしか思えない戦場的なセリフを
そんなウィスパーボイスで言わないでください、アザイナさん。正直、たまりません。ミクルちゃん、恥ずかしいなんて言ってちゃダメじゃないの。アイドルたるもの、自分から生まれたものは産毛一本にも商業的価値があるって自覚しなきゃ。でもやっぱり恥ずかしいですよ。自信を持ちなさい。大丈夫、少し音が外れてたって萌えキャラとしてはむしろポイント高いってもんなんだから。でもおい、ハルヒ、つまりこの CD の中に入っているのはミクルちゃんが歌った映画の主題歌よ。主題歌？そんなもん入れるのか、あの映画に。今時どんな映画にだって主題歌ぐらいあるわよ。そりゃそうだが、どこに入れるんだ。冒頭よ。別に新しく映像を撮ったりする必要はないわ。本編中の名場面をつなぐ形にすればいいのよ。そこに出演者やスタッフのクレジットをかぶせるの。えらく簡単に言ってくれるな。本編中の名場面をつなぐことやクレジットをかぶせることが自動的にできるとでも思ってるのか。自動的になんてできるわけないじゃない。もちろんキョン、あんたがやるのよ。分かって言ってるんならもっと立ちが悪い。もっともこの暴挙も今に始まったことではないが、とにかく一度聞いてみなさい。なかなかの出来よ。作詞作曲は私がやったわ。機材なんかは DTM 犬の人に協力してもらったけどね。 DTM 犬なんてものがあったことは初耳だが、向こうは協力したというよりはカツアゲされたように感じているのではないだろうか。いや、実中ハックそうだ。何より素晴らしいのはボーカルよ。萌え心をかきたてるあんな不安定な声、ポットでのアイドルなんかには到底無理ね。ミクルちゃん、あなたやっぱり逸材だわ。そんなことないです。そろそろパソコンも立ち上がったでしょ。キョン、さっさと聞いてみなさいよ。俺としても朝比奈さんの萌えボーカルをフィーチャーした曲と言われればぜひ聞いてみたいところではあるのだが。お願いキョンくん、私のいるところでは聞かないで。こんな風に懇願されては CD 再生のボタンをそうそう無下にクリックすることもできない。ミクルちゃん、アイドルには慎みなんか無用の長物だって何度言えばわかるの。どうせ明日には全校生徒がこれを聞くことになるんだから観念なさい。でも自分の目の前で聞かれるのはどうしても恥ずかしいから。わかりました。じゃあこうしましょう。昼休みが終わって朝比奈さんがこの部室を出て行った後で聞くことにしますよ。それもちゃんとヘッドホンをつけて、他の誰にも聞こえないように。それならいいですか。わかりました。それでいいです。ありがとうキョンくん。いいんですよ。朝比奈さんが嫌がることを無理強いするどこぞの壇上様のような図太い神経を俺は持ち合わせていませんから。まあそうね、我が SOS 団のマスコットガールなんだから、精神衛生を考えてあげるのも大事なことだわ。いいわキョン、そうしなさい。お前にそんなことを命令されるまでもなく、そうするつもりだ。で、一通り聞いたらパソコンに取り込んで編集よ。いいキョン、ちゃんと曲の展開とか山場とかを考えて映像をつけるのよ。いいわね。ああ、お前が作ったっていう曲に展開とか山場とか呼べるものが存在しているんだったらそうしてやるよ。さて、昼休みが終わって朝比奈さんもついでに春日も部室から出て行った。朝比奈さんの歌を聴いてみることにしよう。まずはヘッドホンをつけてっと。誰も見てないのにここまでする俺も律儀だが、朝比奈さんとの約束だからな。で、CD 再生ボタンをクリックっと。
ニックネームミミミラクルニックネーム。ある日の言う、すごいものとしては珍しく、まっとうにすごいものかもしれない。もっとも、ある意味すごいものと言った方が適当だが。朝比奈さんのすごい CD を聞いてしまった俺は、魂が抜けたかのようにふらふらと部室を後にした。あの歌でどうやってオープニングを作ったものか。キョン君。朝比奈さん、先ほどはどうも。あの、聞きましたか、私の歌。聞かせてもらいましたよ。恥ずかしいです。待ってください、朝比奈さん。キョン君。恥ずかしがることなんて全然ないじゃないですか。でも私、歌が下手だから。朝比奈さんらしさが出ていて、俺はいいと思いましたよ。歌唱力があれなのは否定しないが。本当ですか？本当です。キョン君、ありがとう。お世辞でもその言葉に救われました。それにしても朝比奈さん、こんなところで何をしてたんですか？時間が空いたので休憩しようかなって思って来たんです。キョン君は？実は俺もなんですよ。よかったら少しの間話でもしませんか？うん、いいですよ。本当ですか？そしたら焼きそば喫茶に来てくれるように伝えてください。私がご馳走しちゃいます。ありがとうございます。妹も喜びますよ。妹さんのことを話すときのキョン君って、なんだか普段と少し違いますよね。え？そうですか？そんなことないと思うけどな。今度鈴宮さんや長戸さんにも聞いてみてください。絶対みんな違うって言いますよ。そうかな。今年は去年よりも力が入ってますよ。可愛い衣装も着られるし、楽しみです。朝比奈さんのウェイトレス姿、俺も楽しみにしてますよ。ありがとうございます。文化祭当日くらいはゆっくり休んでくださいね。キョン君は今が一番忙しいでしょ？はい。これで当日になっても映画の編集が終わってなかったら笑えますけどね。え？はあ、いや、冗談ですよ。ちゃんと終えますって。そうですよね。きっとキョン君なら大丈夫です。頑張ってください。キョン君とお話ししていたら元気が出てきました。そうですか？こんな俺でも役に立てたのなら良かったですよ。うん、ありがとう。それじゃあ私はそろそろ教室に戻りますね。それではまた後で。俺も朝比奈さんと話せて楽しかったな。気晴らしもできたし、部室へ戻るとするか。Thank you.
さて、ずいぶん日も傾いてきた。そろそろ編集に本腰を入れないと、本格的にやばいことになりそうだ。観念した俺は、部室のパソコンの前に座り、マウスを動かし始めた。しかし、すぐに編集ソフトを立ち上げるわけではなく、まずは、隠しておいたミクロフォルダを開いたりしてみる。仕事前のケーキ漬けってやつだ。男ならこの気持ち、わかるだろう。お、これはいつぞやのナース姿ではないか。あ、そしてこれは夏休みに撮った浴衣姿か。うーん、どれもたまらん。やあやあキョンくん。うわっ、しかし俺は抜かりない。こんなこともあろうかと、あらかじめウェブブラウザの画面を最小化しておいたのだ。ワンクリックでブラウザの画面がディスプレイいっぱいに広がり、ミクルフォルダを隠してくれた。いやー、危ない危ない。あれ、鶴屋さん、どうしたんですか？朝比奈さんならここにはいませんけど。いやいやいや、キョン君に用があってきたんだよ。はい、なんでしょう。実はさっき玄関でキョン君に会いに来たっていう人に会ったのさ。それでキョン君ならきっとここだろうと思って連れてきたってわけなのさ。あ、そうだったんですか。誰ですか？女性だよキョン君。ん？女性ですか？しかもメガッサかわいこちゃんさ。高校には不釣り合いのお年頃のね。高校には不釣り合いな年頃？そっ、さあ誰でしょう。その時俺の頭をよぎったのはあの人だ。そう、朝比奈さんの未来の姿、長門風に言えば異時間同位体の朝比奈さん大である。もしかして彼女がまたこの校内に忍び込んでいるのではなかろうかと、俺は半ば希望的観測も交えて一瞬考えてみた。しかし、確か朝比奈さん大は朝比奈さんと顔を合わせることはできなかったはずだ。今日のように朝比奈さんの動きが予測しづらい日に校内にいるのはいささかリスキーなことだし、朝比奈さん大はあちこちがいい感じに成長しているとはいえ、当然のように朝比奈さんそっくりの人であるから、朝比奈さんをよく知る鶴屋さんの前にわざわざ姿を現すことも考えづらいだろう。ということで、鶴屋さんが連れてきた女性が朝比奈さん大である可能性はほとんど皆無と言っていい。残念である。ということは、その女性とは。まあこんなことでいつまでもなぞなぞやってても仕方ないね。じゃあさっさと回答いくよ。入っといで、かわいこちゃん。はーい。この声は、キャン君、やっと見つけた。なんだ、俺の妹じゃないか。ほらほら、かわいこちゃんで高校には不釣り合いな子でしょ。まあ、そういうことにしときますよ。で、何しに来たんだ？キョン君の着替え持ってきた。あと、これお母さんから。妹は俺の着替えが入ってるとおぼしき紙袋と、自分の頭ほどはあろうかという風呂敷包みを持っていた。俺はその風呂敷包みをほどいてみた。大きめのプラスチック容器が二段重ねにしてあって、中にはおにぎりが詰まっている。皆さんってのはクラスメイトなんかを想定してるんだろう。俺がこんな意味不明の代物を作るために泊まり込んでるなんて、うちの親は想像もしてないはずだ。まあたとえそうだとしても、差し入れというのはやはりありがたい。
ここは素直に母親と妹に感謝することにする。わざわざ悪かったな。駅から坂道を登るの疲れただろう。全然。きっぱり言いやがった。これが若さというものか。キョンくん、何やってるの？勉強？ん？これか？これはな、編集といってな。編集？お前も参加しただろ、撮影に。撮影した映像からいらないものを取り除いて、残りを意味が通じるようにつなげるんだ。ふーん、大変？まあそうだな。明日までに全部終えなきゃいけないのに、まだまだやるべきことは山積みだからな。ピンチって感じだ。キャン君、ピンチ！ピンチパンチポーンチ！なんだそれ。ピンチパンチポーンチ。妹はこの言葉が何か壺に入ってるらしく、繰り返し言いながら辺りを見回していたが、やがて。ねえねえキョン君、シャミは？と聞いてきた。シャミってのは三味線の短縮形だ。で、三味線ってのはここ最近成り行きでうちで預かることになった猫の名前だ。三味線は三毛猫でいながらオス、いや、オスでいながら三毛猫と言った方が適当だろうか。とにかく世間的には非常に珍しい猫らしい。もっとも、こいつが他の猫と比べて稀有な部分はそれだけではない。実は三味線は、人語を介し、自らも話すことができるのだ。気ままな野良生活を送っていた三味線が、突然そんなスーパーキャットになってしまった理由は、当然ある日にあるのだが、とにかくその、三味線の得意な能力が家族にバレないか心配だったため、俺は登校するときに三味線を連れ出してきた。学校の近くで話しておいたのだが、そういえばその後しばらく見ていないな。まあおそらくその辺で昼寝でもしているのだろう。三味、私が連れて帰る。妹は突然家にやってきた野良猫風情をことのほかお気に入りだが、俺としては三味線と妹をあまり長時間一緒にいさせたくはない。三味線は家では言葉を話すなという命令を守ってはいるが、目の届かないところでは何が起こるかわからないからな。ねえキョンくん、三味どこ？ああ、三味線はな、どこにいるのかわからんのだ。嘘はついていない。もし見つけたんなら一緒に帰ってもいいが。じゃあ探してくる。でもな、そろそろ暗くなるから早めに帰った方がいいんじゃないか。でもシャミと一緒がいいのに。わがまま言うんじゃありません。わがままじゃないもん、キョン君の意地悪。意地悪じゃありません、心配だから言ってるんだぞ。ダメだね、可愛子ちゃんは早めに帰った方がいいかもだね。夜になると怖い宇宙人が来るぞ。そんなの来ないよ。あれ、確かに宇宙人が来たぞ。しかも悪い魔法使いの紛争で。なんて間の良さだ。いや、悪さと言うべきか。ゆきっこタイミングバッチリ、最高。偶然。そりゃそうだろうけどさ、妹ちゃん目がさびっくらしちゃってたよね。えびっくりなんてしてないもん。長門は表情を変えずに部室の奥まで歩いてくると、いつものように座って本を読み始めた。その顔にほんのりとどこか微笑のようなものが浮かんでいるように見えたのは、
あるいは俺の気のせいだったかもしれない。多分そうなのだろう。だが俺は一瞬思った。長門は自分が入るタイミングを扉の外で測っていたのではないかと。これはあいつ流のぎこちないジョークなんじゃなかろうか。もっともそれが本当なのか、それとも俺の考えすぎなのか、確かめる術は全くない。つまりは考えても無駄ってことだ。まあとにかくだ、三味線は諦めなさい。俺が次に家に帰るときに連れて帰ってやるからな。はーい。じゃ日が暮れる前に帰ろう。駅まで一緒に行ってあげるから。ああそれなんだけど、キョン君、妹ちゃん私が家まで送っていこうか。え、鶴屋さん、うちに来るんですか？キョン君のご両親にご挨拶ってか、三つ指なんかついちゃったりして。いや、そういう意味じゃないんですが。分かってるって。実はね、ちょっと取りに行くものがあって、一度うちに帰ろうと思ってたのさ。あ、これは私のうちって意味ね。時間もあんまりないからタクシーで往復しようと思ってたんだよ。で、キョン君のうちって私んちと方向同じだから、妹ちゃんをうちまで送ってあげてもいいよってこと。それは確かに願ったり叶ったりですが、本当にいいんですか？タクシー代も余計にかかるでしょうに。なんのなんの、ほとんど通り道だし大したことはないさ。妹ちゃんの安全の方が大事だからね。そうですか。じゃあお言葉に甘えさせてもらいます。ぽよ、お任せあれ。そんじゃ妹ちゃん、私と一緒に行くかい？行こう。うちに着くまで行儀よくするんだぞ。はーい。それじゃあ鶴屋さん、お手数かけますがよろしくお願いします。いいっていいって、キョン君は編集頑張るのだよ。そんじゃ。じゃあね、キョン君。言ったようだな。ん？正直な話、ありがたいと思っている。ここにとどまらせてくれたこと。こいつが三味線だ。まったくこいつもまるで測ったようなタイミングで出てきやがる。あの家に帰ると私は振り返ってはならないと言われたオルフェの心境になる。あそこではにゃーとしか話してはならないからな。ああその通りだ。俺の家族の前でちょっとでもその弦楽趣味を披露してみろ。丸一日餌抜きだ。だからといってここでなら誰彼構わず好き勝手に話していいというわけではないことぐらいは心得ているから安心したまえ。ただ自由というのは厄介なものだ。なければないで生きていけるのに、一度手に入れるとあたかもそれが最初からそういう状態であったような気がしてくる。もっともそんな自由のありがたみを改めて知るという意味であえて不自由になるというのも決して悪くない考えだろうがな。まあもうしばらくはこの場所で自由を謳歌させてもらうことにしよう。それではな。三味線は尻尾をゆっくりと振りながらグラウンドの方へと消えていった。何が言いたかったのかちっともわからないが構いやしない。さてこれから部室に戻って編集を再開するか、それとももうしばらくだけ羽を伸ばすか。部室に戻ると、
春日がパソコンの前に座っていた。あら、キョン、おかえり。ああ、むむ、まさか編集の進捗状況を調べているのじゃあるまいな。一瞬心配になったが。ちょっとパソコン使ってるわよ。ネットで調べたいことがあって。というからには、立ち上げているのはウェブブラウザだな。いやー、安心した。今編集ソフトを起動されたら、編集が進んでないことが一目瞭然だ。しかし、一体何を調べてるんだろうな。おかしいわね。どんな言葉で検索しても、 SOS 団の映画のことが話題になってるサイトが見つからないわ。公開前日だってのに。まったく、この国のネット市民のレベルもまだまだ大したことないわね。おいおい、そらいくらなんでもネット市民さんに失礼だろ。どこにそんな人たちがいるのかは知らんが、この映画は学校側から公式に認められている出し物じゃないし、そうでなくとも一階の高校生が作った素人作品を話題にする隙物など、そうそういるわけがない。まあいいわ、公開した後ならいろいろと書き込まれるはずだから、明日またチェックすると。春日の握ったマウスがゆらりと右前方へと移動する。ウェブブラウザを閉じようとしてるのだ。って、ちょっと待て。この後に及んで俺は思い出した。あのブラウザの下ではミクルフォルダ内の画像が開きっぱなしになっているということ。やばすぎるぞ俺。あれをハルヒに見せるわけにはいかないだろう。どう考えても、なんとかしてハルヒの気をそらし、パソコンから遠ざけねば。おい、ある日。何よ。少し話さないか。え？ちょっと気分転換をしたい気分でな。付き合ってもらえるとありがたいんだが。そんな改まって言わなくたって、おしゃべりぐらいいつだって付き合ってあげるわよ。じゃ、いいんだな。いいって言ってるでしょ。よーし、春日の気をそらせることにはとりあえず成功したぞ。しかし、まだ油断はできない。春日はパソコンの前の椅子に座りっぱなしながら、いつブラウザを閉じてその下にあるあれを見つけないとも限らない。ここは目いっぱい春日を上機嫌にして席を立ってもらうしかなさそうだ。そういう人も多いだろうと思って考えてみたのよ。SOS 団でも何か食べ物を売ったらどうかしら。おいおい、どこで何を売るつもりだ。場所はもちろん映画を上映する視聴覚室よ。売るものは何でもいいわ。ポップコーンとかアイスとか甘ったるいジュースとか、映画館の売店にあるようなやつ。そして値段は5割増しぐらいにするのよ。アコギすぎだろ。やめとけやめとけ。うん、それもそうね。いろいろやらなきゃいけないことはあるけど、一度は必ず映画を上映している会場を見とかないとね。観客の反応を見に。度肝を抜かれた観客たちがポカーンとしている顔をしっかりこの目に焼き付けておきたいわ。まあ、度肝を抜かれる理由はいろいろあるからな。いいに決まってるじゃない。場合によっては海外からの引き合いも来るかもしれないわよ。安心しろ、そんなもんは来ない。わからないじゃない。そうだ、あんた英語できる？できん。
ダメじゃない！中学校までの英語である程度話せちゃうものなのよ。世界を股にかけて活躍しようと思ったらちゃんと話せるようにしておきなさい。あ、いけない。ずっとパソコン占領しちゃってるわね。あんたにこの席譲らないとね。ん？あ、そうだな。そうしてくれると非常にありがたい。じゃあね、キュン。編集頑張りなさいよ。あんたのこと頼りにしてるんだから。ある日は上機嫌に去っていった。パソコンのディスプレイにはブラウザの画面が広げられたままだ。俺はパソコンの前に座り、胃の一番にミクロホルダーを片付けた。なんだかんだですっかり遅くなっちまった。さすがにそろそろ本気で編集をしなければ明日の朝には間に合いそうにない。よし、今から集中だ。このシーンは朝比奈さんがあまりにも可愛らしいので残したいが、しかし後ろのシーンとつながらなくなるな。やむを得ん、削るか。その代わりにこの部分のデータは俺のミクロフォルダにこっそりコピーしておこう。レフ板を持ってる小泉が見えちゃってるじゃないか。しかしここを削ってしまうと、ただでさえわからん話がもっとわからなくなるな。仕方ない、残すことにしよう。しかし小泉のやつ、こんな時でも無意味に爽やかな笑顔を浮かべてやがるぜ。おいおい長門、登場する前から帽子の先っぽが見えちゃってるぞ。そこに隠れてることが丸分かりじゃないか。しかしここまで話がめちゃくちゃだと、むしろこれぐらいはありな感じがしてくるな。残すことにしよう。さすがにそろそろ眠くなってきたな。だがここで諦めるわけには。しかし上のまぶたと下のまぶたができちゃった結婚でもしそうな勢いでくっつこうとしている。これはもうダメかもわからんな。あ、そうだ、こういう時は少しだけ目をつぶってみるのはどうだ。寝るわけじゃない、目をつぶるだけだ。しばらく目をつぶっていれば上下のまぶたも気が済んで離れてくれるかもしれん。そうだ、きっとそうに違いない。少し目をつぶるだけだ。